アメリカンフットボールの学生日本一を決める甲子園ボールで使用した芝生が神戸市のメリケンパークに移設され、子どもたちが遊べるエリアとして一般開放されました。神戸市中央区のメリケンパークでは、子どもたちがスポーツを楽しめる場所を作ろうと、去年12月、甲子園ボールで使用した芝生が移設されました。芝生の育成が進み、順調に根付いていることから、今日初めて一般開放され、記念のイベントが行われました。昨年12月に甲子園で行われました甲子園ボール、会場では甲子園ボールの覇者、関西学院大学アメリカンフットボール部の学生らが子どもたちにボールの投げ方を教えたり、一緒にミニゲームをするなどして触れ合いました。自分たちが実際戦った場所で、子どもたちが遊んでくれるっていうのはすごい光栄なことですし、とてもいい企画だと思います。こういう機会があると、やっぱアメフトというスポーツが広まると思うので、どんどん広めていきたいと思ってます。この芝生エリアでは、明日は午前10時からラグビーの体験会が開かれます。